犬ラジチェック今日はジャーナリストの松谷宗一郎さんに伺うカルチャー深読みです。松谷さんは映画や漫画、ファッション、音楽などのカルチャーに詳しく、ジャーナリストとして活動されています。松谷さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、っとですね。今日もですね、えー、先月に引き続きジャニーズ事務所のですね。性加害問題を扱いたいと思います。 え、先日10月2日にですね、えー、ジャニーズ事務所は再度記者会見をしたのは記憶に新しいですよね。えー、そこで えー、そこでですね新会社の設立等などが発表されましたけれども、えー、その2日後にですね質問 NG の記者リストが発覚をしましまたこのリストの中に、松谷さんの名前もありましたよねそうなんですよね、あのーまあ、ただ私は別の仕事で、そもそも会見には参加していなかったんですけれども、要注意人物の NG6 の一人だったようです。 でただまあ、心あたりもですね、あるんですね。というのも、この中で最も長くジャニーズ事務所の姿勢について批判をしてきたのが私だったからなんです。えー、2016年のスマップ解散騒動からたびたび批判をしてきておりまして、確かこの番組でもそうした話を幾度かしたように思います。えー、またですね、9月7日の1回目の記者会見でも、えー、東山社長と井野原さんにですね、えー、メディアの忖度は必要ありますかという質問をして、必要ないとのお答えをいただきました。 おそらく、まあこうしたこれまでの私の姿勢がマークされて、えー、NG リストに入ったのだろうと考えていますうーん、まあ、この NG リストについて、まあ、そのジャニーズ事務所は、まあ、会見の運営を委託したコンサルタント会社がまあ勝手にやったんだと述べていて、まあ、リスト通りに運営もまあされなかったというふうに説明をしているということではあるんですよねそうなんですね、えー、実際、コンサルタント会社も、ですね自分たちが作ったということは認めています。うんはい、ただ 一方でやはりですね、ジャニーズ主導ではないかという疑念もまだ残っているのも確かなんですね。で、またですね、たとえコンサル会社が勝手にやったとしても、そこに仕事を発注したのはジャニーズ事務所なので、当然そこに責任は発生します。はい、え何せこの意見はですね、要はジャニーズ事務所がメディアをコントロールしようとする姿勢がとてもわかりやすく表面化した事態だと捉えています。えー、タレントを武器に飴と鞭でメディアを怪獣して、そして自分たちに不都合な情報は表に出さない。 という、まあ、これでジャニーズ事務所は実際に大きくなってきたんですね。で、そしてこの問題が起きてから、あ演出家の倉本総裁や映画プロデューサーの奥山克義さんなど、 過去にジャニーズ事務所の圧力を直接受けた人も声を上げるようになっていますでこうした状況を築き上げてきたのはもちろんジャニーズ事務所,ジャニーズ事務所なんですけれどもそこに最も協力したのはやはりテレビ局だったと私は考えていますあのニュースでもですねこの性加害の問題をめぐって20年ほど前にその東京・渋谷の NHK での音楽番組への出演を希望していた、えー、男性がまあ性被害に遭ったというふうに証言したという、まあ、ニュースもお伝えをしています。 でまた最近になって、NHK も含めてですが、各社が検証番組をあの放送してますよねそうですね、NHK、9月11日にクローズアップ現代で、まあ、ジャニー喜多川氏の性加害が認められた当時の、えー、認められた裁判当時のです、ね、スタッフに取材をしています。 えー、日本テレビも10月4日、えー、TBS も10月3日に、それぞれ検証番組を放送しました。えー、特にですね、TBS はかなり踏み込んだ内容だったんですね。はいえー、ただ、それでもまあ全体的にまだまだだと私は捉えています。えー、もちろん各社もともですね、これで終わりではないので、今後またやってほしいと思ってますけども。 で、特にまあ NHK はですね、先ほどマシモさんもお話ししたように、あの、えー、昨日もね、局内でジャニー氏の世界があるという報道がありましたので、まあ、例えばこの15年ほどちょっと増えてしまって だ紅白歌合戦のジャニーズ枠、えー、などですね。さらなる検証が必要だと私は考えています。うん。まああのそれだけ大きな責任まあメディア側にはあるんだということですよね。はい。あのとても大きな責任があると考えています。やはりこの問題の根幹というのはあの圧力と忖度が生じる業界のメカニズムにこそあると私は考えているからなんですね。えー、例えばそのジャニーズ事務所を辞めて他のプロダクションに行ってほそなほされなければ多くの未成年者は加害行為を受けずに済んだ。 はずなんですね、うんえー、しかし、まあこれは民放を中心にですけれども、大手の芸能プロダクションを辞めたタレントがテレビが消える状況というのは、今も続いています。 例えば、ノンさんですね、ノーネン・レナさんがそうですし、えー、元 SMAP の3人が民放の地上波に復活するのにも、ですねかなり時間がかかりましたで、こうした状況だからこそ、ジャニーズジュニ,ジュニアはですね性加害を受けても、ですね、えー、ジャニーズ事務所をなかなか離れられなかったという側面があると思いますで、つまり、ジャニーズに留まるも地獄だし、離れるも地獄という状況だったわけですね、で私がテレビ局を共犯関係だと指摘するのは、まさにこの点にあります。 えー、そして、たとえ性加害がなくても、ですね契約するプロダクションが、契約する芸能プロダクションが変わっただけで、それまでの仕事が終わるなどして干される事態っていうのは、これこそが大きな問題をはらんでいると捉えてます、そもそもこれが人権問題だと、私はかねてから言っているんですね。 まあもうその性加害っていうことと、それからこうしたそのまあいわゆる人権に関わる問題とということで、そのメディア企業にですねまあその今後その求められること、どういったことでしょうか継承 <music>、えー、ですね今後もさらに続けていってもらうことっていうのは当然なんですけれども、やはり最終的には再発防止策をちゃんと出してほしいと考えています。 例えば TBS の検証では、2012年にです、ね、ジャニー喜多川氏が自動車で追突事故を起こした件を報じようとしたもののです、ね、これ、原稿まで作ったものの見送られたという話があります、うん、でこの時に、えー、編成部の担当者が報道局の幹部と話していたという証言をまあ報じているんですね、ほ、え、か、ー、にもジャニーズを忖度する証言が複数ありました、えー、やはり、ね、そうなると、今後はあの報道の独立性を社内的に担保する仕組みをちゃんと作る必要があると私は考えます。 特にです、ね、民放はあの政策と報道が行き来すするんですね移動するので人的な交流が強いんです、ね、なのでそんたくが生じやすい傾向があります、でここをしっかりと断ち切,る断ち切ってほしいなと思っています。 でおそらくです、ね、今後、ねあの、ジャニーズ事務所に対してテレビ局が同様の忖度をするようなことは起きないと思うんですね、しかし、こう他のプロダクションに対して起こる可能性は残るわけですから、メディア企業もしっかりここで再発防止策まで提示してほしいと考えています。はい、でここまでジャーナリストの松谷宗一郎さんに伺いました。松谷さんありがとうございました。